ちゃん。こんにちは。さあ、湯田さん、安倍新内閣はい、安倍監督の組織、はい、組閣。俊之介も頑張らないとな。そうですよ。はい、若くして監督になった、はいね、さらに今まで一緒にやっていたコーチの方が5人ガラッとお辞めになられたので、まあ、そうだな、はい、まあ、原監督のね、組閣で連れてこられたコーチが全部責任を取ってみたいなね、はい、まあ、でもそういう面では潔いというか、うん、はい、男気があるなっていうね、うん、まあ、そんな感じもするけどもね、はいはい、というわけでじゃあ、はい、安倍新監督の元の新しい組織組閣どうなるというのを予想します、うん、これはやっぱ新鮮だよな。そうですね、やっぱそれだけこう退任されて、うん、みんながね、コーチも含めてね、新たな巨人を作るという、そういうことです、ね、まあ、そういう意味ではすごく新鮮さを感じるけど、はい、まあ、だけどある程度、まあ、コーチとしての実績も、うん、いろいろ含めて、はい、新たにっていうのはね、なかなかやっぱもう難しいだろうから、はい、監督も若いしね、はい、まあ、それなりのコーチの経験もある人を組閣するんじゃないかと思って決めます、はい、決めます、はい、勝手に決めます。そうだな、はい、大きなお世話かもわからないけど、ね、まずは安倍監督の参謀となる、はい、右腕となるヘッドコーチです、はい、ここは誰でしょう。ここはね、西。え、ちょっと待って、私三岡さんだと思ってました。二軍監督の西さん。そう、あれはこれは、はい、まあ、DeNA でね、すごく評価が高かった二軍監督なんだけど、はい、まあ、突然辞めるという、はい、あ、ありましたね、うん、で巨人に戻るんじゃないかなっていう、もうその時に予想をしたんだよね、はい、なんかの形で戻るのかなっていうような、で新監督になった。そしたら、まあ、西っていうのも内野手でね、いろいろこう頭を使いながら、あの体で、小さい体で頑張ったっていう人っていうのは、それなりのその野球のを持っていて、コーチの経験、監督の経験もあるしね、2軍でね、でそういう意味では良き話し相手になるんじゃないかなっていうのは、まあ、そんな感じがするんだよね。西さんと阿部監督ももちろん同じ時期にプレーは、まあ、そうだね、はい、はい、まあ、だけど仲がいいか悪いかでもうやらない、うん、やらない。あ、そういうことじゃないんですね。そういうことじゃない、やっぱり巨人を強くするためにやっぱ意見を述べれる人間、はい、まあ、西もはっきりしてる男だしさ、うん、決定権は監督にあるっていうのは自分が監督をやることによってもう認識してるしね、はい、だからそれは監督を立てながらヘッドコーチとして手腕を振るっていくんじゃないかなっていうような期待がある、うんうん、なのでここはやっぱ年上で経験のある西さんをヘッドコーチに据えるのではないか。まあ、そうだね、はいはい、さあ続いては、続いては守備走塁コーチ。守備走塁コーチ、はい、はい、まあ走塁は取ってもいい、守備コーチ、お、守備に特化ですね、うん、はい、かわいい。河合さんは今年あの総合コーチでした。だからいろんなところをやるからおかしくなってくるって、いろんなところやられると他のコーチが大変なんだよね。自分がやろうとしてることを総合コーチの方がやっぱ位が上だとするとできなくなる、うん、まあ、そういうことも取っ払う、うんうん、ね、で巨人というのは大体コーチが多すぎるそうですね、そうですね、今年多かったですね、うん、だから仕事量をもっと増やしてもっとこう入っていってもらうためにやっぱ可愛い守備走塁、走塁は取る。そうですね、内野の守備コーチっていうことですね。そうそうそう、もう守備だけやる人は抜群だから。いや、そうでした、巨人のあの時代、うん、いやだからあのそれを注入していく、うん、もう水も漏らさないみたいな、はい、守備を作り上げて。ここは変わらないんですね、河合さんは。じゃあ変わらないと思うよね、うんうん、河合はあの巨人の、はい、なんかの仕事をしてたよね、役職が、まあ、役職が、だからまあちょっと他のコーチとは形態が違うんでね、はい、うん、だから河合は残ってくれると、うんうん、多分これから分かんないけど、いや、そうですよ、まあ、多分残ってくれると思う、はい、さあ続いてデーブさんが今年されていました、はい、まあ、打撃、はい、今打撃チーフ、まあ、チーフとか取っちゃう、取っちゃう、うん、もう取っちゃう、もう責任は五分五分、五分五分、はい、誰、ね、はい、新岡と亀井。おお、ここで新岡さん、二軍監督が打撃コーチで来ると、はい、もうみんなね、バッティングも良かった人なんだよ、はい、ね、で守備も良かった人なんだよ、うん、だからどっちをつけるかって、うん、まあ、どっちでもいいんだよ、別にそうですね、まあ、でも亀井っていうのは左、うん、新岡っていうのは右、はい、ね、右は新岡、はい、左は亀井、うん、でもうそこで責任を持たせる、もう右と左で、ああ、はい、だからそこで打てなかったら、もう左が打てなかったら亀井何やってんだと、うん、右が打てなかったら新岡、うん、新岡さんか、
うん、そうですね、もうちょっとこうしてくださいよみたいなことが言えるような責任の所在をはっきりさせることでいいと、はい、で外野の守備、はい、松本、お、ここは新たな女子野球のコーチやってるんだけど、あ、そうだ、ね、そんなことやってる場合じゃないというか、まあ、女子野球も大事だけど、あの新之助とね対談した時にね、この松本の守備っていうのをものすごく評価されてたんだよね。でキャッチャーでマスクかぶってる時に、あ、やられたっていうのをもう幾度となく取ってくれたっていうんだよ、はい、あの守備力はすごかったっていうんだよね、うん、そのすごかった守備力をこう外野手に教えていってほしいという、うん、だから松本っていうのをもう呼び戻せと、お、他の組閣は球団に任せますと、はい、だけど外野の守備だけは松本だけは許してもらえませんかって頼み込めみたいな、あ、そこだけは譲れないということで呼んでくるとというふうに俺は想像してるんだけど、ね、あ、確かに、ね、松本さんというとやっぱ現役時代小柄ですけれども外野の守備、私センターのイメージがあって、あ、そうセンター、はい、もうナイスキャッチしたりとかしてるの、ね、そう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 、イメージあるので、そう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 、あ、いいですね、すごいいいと思います、はい、で内野守備走塁コーチ、はいね、外野守備走塁コーチ、うん、走塁を取ったでしょ、はい、その走塁を特化したのが鈴木、あ、兼任、あの今年もやってましたけれども、うん、来年も引き続き、そうそうそう、はい、だからもう走塁だけでいいと、守備はいいと、もう2人はもうスペシャリストが教えるから、そうですね、あ、だからもうスペシャリストといえばもう鈴木って言ったら走塁じゃない、うん、走塁から走塁じゃない、はい、だからもうそこだけに特化して教えてくれる、おお、それいいですね、専念、だからもうそれは責任の所在はっきりしてるということ、はい、さあ続いて投手コーチですけれども、はい、阿波野さんがやってらっしゃいました、そうね、はい、まあチーフとかも取っちゃう、これも取っちゃう。で、宇都宮。あ、宇都宮さん。もう西武から引っ張りして連れてくる。また古巣に戻ってくる形です、ね。そうだね。うん、まあ人柄もいいしね、はい。柔らかいしね。ですよね、うん。何より安倍さんとバッテリーもね組んでたんで。まあ、そうだな。気心知れてるし話しやすいだろうしな。うん、で山口。おお。これもスペシャリストだよ。そうですね、ブルペンの今年から引き続き、あ、そう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 、だからまあそういうことでやってる、これ左左ですね、あ、だからな、だからバッティングコーチみたいに右左って分けられれば一番ベストかもわからないけども、うん、やっぱり人が教えることっていうのは人柄がいい方がいいよね、うん、で聞く耳を持ってくれるだろうし、はい、だからそういう意味では宇都宮っていう人間性を買うしね、はい、で山口っていう人間性も買う、うん、だからまあこれは右の感性は教えられないかもわからないけども、うん、まあ、それなりにしっかりしたものは伝えていくと思うし、うん、だからそこら辺に期待はしたいと思う、ね、なるほど、はい、分かりました。さあそしてでブルペンに村田、おお、はい、前、うん、あ、引き続きですね、うん、だけどその村田中まああだ名だけど、はい、はい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 、この人の厚さっていうのはすごくいいと思うし、いろんなピッチャーを受けてきて、なんかね中和剤になってくれるような気がするんだよ、まあまあまあそういうのとか、はい、あ、いやお前そういうことはもうちょっとしたら分かるようになるよとか、なんかお父さん役みたいな感じで村田がいてくれると、なんか俺はあの人の懐の深さとかを考えた時に一人いてもいいかなっていうようには思うんだよね。そうですね、例えば安倍さんが行き詰まった時に、うん、何か助け船を、そうだね、それもね彼はねやっぱこう強く言わない、うん、こうやった方がいいんじゃないか、ああやった方がいいんじゃないかとか言って、うん、すごく淡泊にこう話すような感じはするけども、うん、まあだけど心があるからね、はい、あの人の言葉には、だから入れてもいいかなっていうような、うん、そんな感じがするんだよ、ね、いや、わかります、すごい安心感、ね、安心感があるというかね、はい、本当人柄がいいから、うん、そういう人が一人いて巨人の伝統をずっとね受け継いで、でなんかポッとこう原監督が辞めるとこれあの中間層が開くような感じがするじゃない、はい、で元木も辞めちゃったし、そうですよ、うん、そうしたらこの中間層で誰かこうジャイアンツをつなぐためにも、うん、村田がね、うん、中がいてくれた方が、はい、なんか安心感があるようなそんな気はするけどもね、そうですね、うん、まあ全でも全然ね、はい、あ、一生懸命やるし、うん、あのいいとは思うんだけどもね、でもまあまあこうやって見るとやっぱり巨人って OB、ね、そうだな、 OB 例えば宇都宮とかね、はい、西とか、うん、あと仁岡さんもそうですね、一回出てますね、まあ仁岡もな、はい、あの外の飯は食ってるけども、うん、ジャイアンツ OB からすると全員がね、はい、新しい地っていうかさ、
まあ、そういうのがいてくれてもいいかなっていう。なんかそこに加わることで新しい巨人っていうのが作り上がるようなね、うん、まあ異端児2人3人揃うと大変なことになるけど異端児3人一緒になっちゃうんですか。まあ、異端児まではいかなくても、うん、新しい血がね、うん、まあチームっていうのはこの選手の中で新しい血を入れるというのはすごく大切なことなんだと思うんだけども、まあ、刺激という意味ではね、うん、コーチっていうのもなんかちょっとそういうところがあるんじゃないのかなっていうのは気はするけどね、うん、だからまあ新しい血っていうのを入れてもね、うん、まあいいのかなっていうのは気はするけどね。そうですね、うん、いやもうね今回本当5人の方が、はい、コーチ陣辞められたので、ね、ちょっとこれ大刷新というかねバタバタだとは思うんですけれども、うんはい、実際はじゃあ蓋開けるとどういうコーチ陣になるのかちょっと、ね、まあ楽しみだけどな、うん、まあとにかく初めが肝心だぞ。初めがいやそりゃそうだよ、うん、初め舐められると、うん、ずっと大引くから。そうですね、まあ、舐められるって言ったら言葉が悪いかもわかんないけども、うん、スタートの時点でどういう野球をやるか、うん、そういうものをしっかり固めて進んでいってほしいなと思うね、はい、なんか今本当に選ばれた人たちを解説してる感じになっちゃいました。そうだろう。そう思わないと話ができないよ。確かにこれあくまで予想、ね、あ予想だったそうなんです、はい、そうなんです、はい、ね、はい